はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いてるめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。大谷選手がですね、肘を、靭帯を損傷されたと。断裂とは言ってない、損傷なんでね、断裂よりマシなんですよ。俺は膝の内側靭帯を、左は、断裂、右が損傷してます。両方保存で直してんけれども、まあもう繋がらないんで、だからトミー・ジョン・サージェリー、トミー・ジョン手術って言いますけれども、腱を移植して穴開けて繋げてみたいな、腱を損傷してるところをね、あの修復する手術あるんですけれども、まあそれやる方がもう腱は完全に繋がるわけやから、ほっとったって腱ってね繋がらないんで直さないといけないんですけれどもね。もう一回大谷選手やってるんですよね。で今度損傷なので、まあ保存療法で治りゃええけれども、田中投手なんて、マー君なんてそれで治したもんな。うん、まあ手術2回目やがちょっとやりにくいけどな、手術した方がええんやったら、まあアメリカ人の考え方やったら休んですぐも手術するんですよね。まあ肘はそんな状態で、こうなんで内側がやられると、ここがもうブラーンってなる感じなんですよね。でもそんなの痛みで投げられへんし、うん、直した方がいいんですけど、手術した方がいいんですけれどもね、はい。まあ、バッティングする分にはできるっていうんですけど、これのおかげで大谷投手もう健康やったら大型契約えらいことになってたと思うんですよね。おそらくもうね、バッターとピッチャーで両方すごいわけやから、ぐらいなんやろな、10年500億とか言われてましたけれどもね、うん、これでどうなるのか、エンジェルス残るのか、大型系ちょっとなんかな、難しいな。とはいえもね、3月からずっと WBC でしょ。いや、いくら大谷選手でも、やそらもうね、休んでないわけですから限界超えたんやろな。うん、あのね、それはもう体若い方がいいんですけれども、28って微妙なんですよ。これ25やったら春からフル回転してても肘にならへんかったかもわからへん、うん、高校生でやっぱりなる子はなるけどな、あそこまであんだけ高校でやっぱりバンバンやっても、まああれ若いからやっぱりあんだけね、連投連投でできるんですよ、うん、10代やからな。だから28で微妙で、20代後半っていうのは俺もずっと運動してるからその境目が分かるんですけれども、20後半っていうのはまだ休んでというか、ケアしてたら大丈夫や、ちゃんと寝て、うん、ケアしてたら大丈夫やわ。それより前はもう少々無茶しても、もうなんかね、とりあえず一晩寝たらあの回復してるわぐらいな感じやったんですけど、ほんでまあケアしだしたらちゃんと大丈夫、ストレッチちゃんとやってね、うん、やってたらいいんですけど、ほんで30前半でね、ちょっと無茶を続けると内臓に来ます。俺はなんかもう疲れが、疲労が内臓に来て、なんか体全部むくんでね、5月ぐらいにそうなって、夏もずっと仕事して忙しかって、ほんで結局もう涼しなってからやな、治ったのな、うん、まだ若いから治ったけれども、ほんでその内臓いうのがキーポイントで、ホステスホストの皆さんも内臓やられるんですよ。あの30前半でね、胃とか肝臓とかその辺、膵臓とかやられるんですよ、うん、だから30代前半で無茶したら内臓に来ます。ほんであの普通のアスリートも成績落ちてくるじゃないですか、30前半うまいこと言ったら、まあ、30半ばぐらいまでは勢いでできても30半ばでやっぱ落ちてきますからね、大谷選手とてなってくるんで、うん、だからどっかでもどっちか選ばなあかんようなのか、ピッチャーでけんようになったとしてもなあ、だから多分例えば肘これで手術したとして、ピッチャーできなくなってって、俺ファーストでき投げる距離短いファーストできると思うねん、うん、だからただアメリカ DH 指名打者いうのがあるからね、打つのだけに専門に、集中したらええねんけれども、俺な大谷選手もピッチャーやめて打者集中したら、俺ほんま70本打つんちゃう、普通に60本普通に打つやろな、うん、下手したら70本打つわ。で今何本やろ、70何本あれ抜くんちゃうかな、うん、
だからそのぐらいすごい選手やから、普通にもう打率2割7分でええで、その代わり100打点60本ホームラン打ってくれ言うたら、大谷選手もうバッター専門でやったら余裕で打てるやろな。ほんで俺な、多分な、大谷選手ぐらいやったらな、42、3歳になってもホームラン20本打点70できる思うねん。もう20本打てなくなったら引退したらええやんぐらい、もうそのぐらいの選手やわ。まあただやっぱもう二刀流はできないんでね、はい。まあちょっとどうなるのか、大型契約的なことどうなるか、まあまずちょっと大谷選手全体を占っていきたいと思います。はい、大谷選手の全体運が出ました。解説していきます。お金がの自分本位のことができない、ガンガンいけない、まあ月逆出てるんですがまだマシやけど、踏み出せない、仕事なり立たない、歯車回らない、やっぱりちょっと契約的なことを、最後の最後でちょっとな、飛んだしちゃおうかな。そのもう史上最強の大型契約、それに関してはね、あのね、だからこれもし25やったら本当にまだ WBC 行ってそのままシーズン二刀流でやってもよかったと思うんですよ。まあ、たられば言うたらダメですけれどもね。これほんまに大型契約目指すんであれば WBC 辞退して、まああんだけ日本の国のためにね、国背負ってやってくれたから言えないんですけれども、大型契約だけを目指すんであれば WBC やめてシーズンに集中してやってりゃ、もう確実に大型契約は結べたと思うんですよ。だからもう10年何百億っていう、10年600億ぐらいのエグい額ね。とはいえ途中ではもうやっぱりどっちかに、俺多分もうバッターの方に専念しなきゃいけなくなるとは思うんですよ。うん、だからやっぱりちょっとな、28、本人はそれはもういけると思ってやるし、俺もやってもね、ほんまにね、大谷選手ありがとうなんですけれども、ちょっとな、そう、大型契約支障をきたすいうの出てるな。あの復活というか、本人二刀流やる気あるのかどうか見てみますね。これ3枚並べて1枚引くやり方でやります。本人まだ二刀流やる気があるのかどうなのかで、裏から見て、正位置か逆位置か分かっちゃうので、僕目つぶってやってますので、1番めっちゃ分かりやすい天秤のカード、二刀流、あ、本人まだやる気ですわ。うん、もしかしたらだから手術する選択肢選ぶんやったら選ぶんかな。まあ損傷ぐらいやったら、損傷のも具合にもよるわ。本人はまだやる気です。はい、すごいな、二刀流いうカード出ましたよ、天秤。これ恋愛でこれ出たら、選ばれへんかったら2人3人好きな人おるんやったらやっとってください。ダブルワーク OK、 2つのことできます。心身のバランス、収支のバランス、いろんなバランスね。はい、二刀流やる気満々です、本人は。おお、怖っていうか俺のタロットすごいよな。はい、じゃあね、二刀流で復活できるのかどうなのか、はい、それ占ってみたいと思います。はい、大谷選手二刀流で復活できるのかどうなのかです。解説していきます。面白いな、本人これだから自分の意思としては、さっき1枚引きでやった時も二刀流でやる意思はある。本人は自分の意思、自分本位のことをやりたい。ただ今怪我してるから今二刀流できてないんですよ。ただね、いい医者多分出会うんちゃうかな。アメリカもまあ権威の人はいるんですけれども、2回目の方が
1回目で結構もうほぼもうね 100% に近いぐらいな感じで復活はできるのかもわかんないんですけれども、うん、2回目になるとな、どうなんやろな、うん、ほんで、いい医者、いい方法は見つかると思います。ただ時間かかる。もろ出てます。時間かかります。時間かかる出てんねんけれども、立ち上がれるは出てんねんけれども、立ち上がれんねんけどどん底もあんねん。だから治るけど、で、結局バランス取れる。あのね、このカードだけが気になんねん。これ40、正位置22通り、逆位置も合わせたら44通りカードの意味ってあるんですけど、そんなが44個の中の一番これな、ちょっと最悪なカード出てるからな。大谷選手どうなんやろな、どうなんやろなってどうなるか分からへんから、俺二刀流として復活できますか。いい医者であっていい、ただ時間はかかります。立ち上がれます。最後これ出てるからできると思うねん。バランス取れる、節制できる、うん、まあここまで言わしてもらった本人はもうやる気満々です。二刀流でやるつもりでいます。治してでも、手術多分してでも、治して二刀流でやる気でいます。だから復活したもののあんまり成績残されへんのか、復活したものだからしっくりいくまでやっぱり時間かかんのよな。ダルビッシュも結局そうやったからな。大谷選手なんてまだ若いから結構パッとピッチャーの感覚結構戻ってきたけど、うん、なんやピッチャー、とりあえずピッチャーで復活してもうワンシーズン、まあなんか防御率5-6ぐらいで5-6勝ぐらいで終わってしまうかもわからへんな。うん、それでもまあまあ大したもんけどな。だから、うん、だからそんなんがやっぱり、うん、復活しても最終的には俺大丈夫なんかなとは思うねんけれども、はい、結果として復活は俺はできると信じたい。できる、うん、ただちょっと紆余曲折はありますよ。はい、大谷選手の恋愛見てみます。うん、はい、大谷選手の恋愛運です。解説していきます。これ難しいな。結婚あるタイプじゃないんか、うん、太陽さんさんじゃない部分あんねんけれども、歯車回るみたいなのが出てんのよな。あのね、こっからあんまり良くない縁切れた、それかもう色ごと甘え断ち切って野球に集中してる。なあ、でも恋愛って聞いたから誰か別れたんかな。あんまり良くない、例えばこれってあんま良くない縁、うん、あんま良くないんですよね。まあ普通に言うたら、あの大谷選手がしてるじゃないし、不倫セフレ、まあくっついたり離れたり、くっついたり離れたり、そんな感じしてる、あんま良くない縁な。それが切れた、やっぱり出てんねん。誰か別れて、それかもう甘え断ち切ってやってて、ほんで前踏み出すトラブル小さめ、タイプじゃないけど結婚して歯車回りだ、そんなんが出るんかな。結婚して歯車回る、まあ、まだ結婚するって発表したら発表したでね、占いたいと思いますけれども、これももろ結婚や、歯車回るやから、あるのかもわからないですよ。はい、あるのかもわからないですよ、うん、誰かとお別れしてこう新しくまたあるのかもわからないですよ。はい、そんな感じでございます。ね、とりあえずまあ復活していただいて、今年いっぱいバッターとしてやって、はい、とりあえずまあバッターとして今年いっぱいやって、オフに手術するのかどうなのか、しちゃったらもう来年戻られへんか、うん、来シーズンちょっと戻られへんかな、1年半ぐらいかかんのかな。はい、まあな、
一番してほしくないところでしちゃったよな。やっぱりどんだけの大型契約になんねやろうがやっぱり楽しみやったけど、まあ、たらればは言うたらダメですけれどもね、うん、国を背負う方を取るのか大型契約を取るべきやったのか、うん、去年のオフシーズンにね、去年シーズン終わってそこの選択肢があったんですけどね、大谷選手は国を背負っていくことを選んでくれて、おかげで僕らも大熱狂してね、はい、いい思いをさせていただいたんですけれども、まあまあまあこれはな、ほんまにやっぱ国背負ってやってくれて、そんだけシーズンもここまでなワクワクさせてくれて、その代償やからな、文句は文句言えないというか文句を言うたらあかん、うん、ほんまに大谷選手ありがとう、はい、ここまでありがとう、まあ本当に復活して、もうみんなで祈りましょう、こう復活していただいてね、うん、やっぱりまだまた我々にね、古来日本に明るいニュースを本当届けていただきたいと思います。大谷選手復活したというのが またあのね、これ本人の精神的な強さにもつながりますし、国民のみんなのね、こう元気になる源にもなりますので、はい、そんな感じで頑張って復活していただきたいと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、大谷選手のことたくさん占いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。